こんにちは、のぶたろうです。今日はマイクのレビューをしていきます。マイクは、ハイパー x のクアッドキャストです。このマイクの特徴としましては、USB タイプで PC に直接 USB をつなぐだけというお手軽なもの。そして、指向性は4つのモードがあり、選択可能。僕は1人でゲーム配信をやっているので、単一指向性のモードを選んでおります。 そしてこのマイクの一番いいところなんですけど、ミュート機能があることです。本当は音質がいいと言われているコンデンサーマイクとかの購入を検討していたのですが、大抵おすすめされてるやつがミュートボタンがついていなかったので、このマイクに決めました。ミュートボタンというよりは、マイクの先っぽをタッチするだけで、えー、っと、マイクのオンオフを切り替えられる仕組みになっておりますので、 まあ、嫌な、嫌な音が、うるさい音がマイクに入りません。では、その音がどの程度のものなのか、ミュートーンの比較をしてみたいと思います。比較するマイクは、前に使っていたソニーの ECMPCV80U です。このソニーのマイクは3500円ぐらいで安いのですが、まあ、コスパが結構よく、3500円のマイクにしてはコスパがよく、初心者実況者などがよく購入するものです。 ハイパー X のミュートボタンを二回タップします。次は少し強めにタップします。ソニーのマイクのミュートボタンを一回切って元に戻します。ソニーの方はマイクのスイッチをオンにするときの音が ちょっと大きすぎて不快ですね。で、ハイパー X の方はミュートにしてもほぼ音、聞こえなかったので、少し強めにタップしてみました。少し強めにタップすることによって、まあ、ボフって音がちょっと聞こえましたが、まあ、BGM 流してたり、ゲームをやりながらゲーム実況してたり、すると、まあ、まず聞こえないかなと思います。もし聞こえたとしても、 ちょっとそんなに嫌な音じゃないんで問題ないかなと思います。そしてやはりマイクですので音質が重要かなと思います。先ほどのソニーのマイクともう一度比べてみましょう。ノブ太郎です。マイクテストです。ハイパー X のマイクを使っています。ノブ太郎です。マイクテストです。ソニーのマイクを使っています。 こうして聞くと、だいぶ違いますね。ハイパー X の方が、音がクリアだし、力強い感じがします。値段が全然違うので、まあ当然なのですが、比べ出したら、まあ音、だいぶ気になってきますが、まあソニーのやつも値段以上の性能があって、コスパ自体はかなりいいと思います。あとは、見た目なのですが、かっこいいです。単純に。ただし、見よによっては、まあ、 カーボンヒーターっぽく見えちゃうので、賛否分かれるのかな僕かっこいいと思うんですけどね。僕好きです。あと暗いところで光ってる感じもちょっとかっこいいんですけどね。あと、マイナス面としては少し大きいことかなと。500ml のペットボトルぐらいの大きさですね。スタンドなしで。だからかなりデカめのマイクかなと思います。 もちろん、スタンドも付いてて、えー、机の上とかに置いたりもできるんですが、まあ、僕、ちょっとアパ感があって嫌なんで、別売りのマイクアームを付けて、えー、邪魔にならないようにしてます。あと、この動画で出てる、ポップガードが付いてるんですけど、これも別売りですね。ちょっとポップガードを付けたらかっこよさが、下がる気はしますけど、まあ、マイク壊れたら嫌なんで、僕は付けてます。ポップガードがちょっといるのかどうかは、謎ですね。この、 マイク自体にポップガードっぽいのが付いているので、必要なのかどうかちょっとわかんないです。ちなみにこのポップガードではちょっとはみ出るぐらいの大きさです。え、肝心のこのマイクの値段なのですが、僕が購入した時は Amazon で16,500円でした。まあ、ソニーの先ほど紹介したマイクの約4、5倍するんで、まあ、まあ、その分、 音質はもちろん良くなったし、ミュートボタンがとにかく素晴らしいので、個人的には大満足でおすすめできます。特に生配信をやってる人にはおすすめできるマイクかなと思います。えー、今回のこのレビュー参考にしていただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。